ゆっくりの、怖い話。存在しない旅館。オープンにチャンネル、なんじぇい。そこに自分の部屋からの風景を撮った画像が上げられた。しかしそのスレは恐怖に包まれることになる。ワイの部屋の窓から見た風景。何目的で上げたのでしょうか。特定した。まず後ろに見える看板、松浦イン。こっから幅を広げれそう。ピッチ震えてるやろな。当然のように特定作業を始める住人たち。ちなみに松浦インというのは、ここに見える看板です。見えないので拡大すると、こんな感じになっています。現地行けば特定は容易やろな。ワイはいかんけど、福岡県飯塚市飯塚1920。まずこの松浦インやね。すれたてからわずか6分で大体の位置は特定しました。正直ビジホに泊まってるんやろ。3連休だし旅行かもな。近所やん。ま、飲もうや。ご近所さんを飲みに誘う位置。ちなみに元スレでは1の書き込みは最初の画像を貼ったやつ以外削除されています。お前ら怖すぎ。ケース電気も見えとるな。飯塚か、田舎やな。悪かったな。部屋って言ってるし家じゃないな。一致旅行か。まあ楽しみや。旅館か。飯でも張ってや。すまんがな、縁を。コンビニのカルボナーラで済ませた。でかいの妙正寺かな。名前は知らんけど保育園らしいで。お寺の中に保育園があるようです。かっちょいい保育園だね。とにきさそう旅館やな。旅行ええな。おっと、もう特定したんでしょうか。しかしここで妙なことを言う人が現れます。旅館やったら屋根が直接映らんくない。どういうことでしょうか。赤い線状やん。旅館やったら前の建物で屋根見えんやん。前の建物が写真の目線の位置やん。ダメだ、よくわからねえ。旅館が2階建てで、一致は旅館の2階の窓から見てるんやで。位置関係はこう。他の人が画像付きで解説しますが画像がリンク切れでした。前の建物が入るんちゃう。やばいバレるやん。せや後ろの旅館に泊まってることにしたろ。どうやらこの人は旅館の前の建物に位置がいると睨んでいるようです。これ以上はやばいやばい、怖すぎんよ。怖がる住人たち。影からしてて前の方が高いぞ。とうとう詳しくいろいろ書き込む人も現れました。音声民結構すごいやん。音声民にこんなことができるんやなって。なお突はできない模様。突する理由がないんだよな。3階で今電気ついてる部屋やな。了解。怖えよ、もうお布団やけどな。今にも突しそうな人いますね。これで特定して部屋に行こうとしたら、宿主に、その部屋は随分お客様が予約されておらず、誰もおりませんか。もしそうだったら伝説のスレになりますね。特定した、だからなんやねんって話なんやがな。そしてこの日はこれ以上書き込む者はいませんでした。しかし、深夜0時を回った後。というかその宿、営業してないでガチで。こんな書き込みがありました。しかし誰も反応しません。実際のスレを見るとわかりますが、その次の書き込みは1年以上先のものになります。そしてその翌日に現地に行った者が報告をあげます。今日実際の旅館行ってきた。案の定廃業してた。他のまとめサイトなんかでは、さもすぐ突した人がいるみたいな感じになっているところもありますが、実際には1年以上経ってからなのでこの1年の間に廃業した可能性もあります。すぐ何でも怖い話に従うまとめサイトさんには困りますね。そういえば先ほど旅館の名前が出ていました。なのでちょっと調べましたら、廃業をまとめているサイト様にたどり着きまして、そのサイト様の情報を引用させていただくと、この旅館、2009年に廃業していました。じゃあやっぱり怖い話じゃないですか。お、実際に行ったんか。廃業した旅館で一は何をしていたのか。たまげたな。このように時間が飛び飛びになりながらもレスはされていきました。本当に旅館から取ったのか、ってとこが不確定やな。残る謎はこれですね。しかしこのスレを読み進めていくとその真相がわかるのでした。21年7月23日のレスにこのようなものがありました。画像が複数貼られて説明されています。この建物が廃墟です。そしてこれがその前にある染め物屋だそうです。そしてこの建物が1の画像に映っていた前の建物の屋根です。これのことね、右の画像はちょっとわかりづらいかもだけど、そしてさらに別アングルからの画像を見てみましょう。これが廃墟。これが染め物屋。これが画像に映っている屋根です。高さがそれぞれ違いますね。この1の画像を見ると、おそらくこの写真は、ここら辺の窓から撮ったんじゃないかなと思われます。つまり、1は染め物屋の人、という可能性が高いですね。旅館からじゃ染め物屋が邪魔でおそらく屋根が映らないでしょう。しかし1はこんなことを書いていました。旅館か、飯でも張ってや、すまんがな縁を、コンビニのカルボナーラで済ませた。まるで旅館に泊まっていることを肯定するかのような発言をしています。これはなぜでしょう。スレの中に仮説を立ててた人がいましたね。
やばいバレるやん。せや後ろの旅館に泊まってることにしたろ。これが、真実だったのではないのでしょうか。調子こいて自分家の窓から撮った写真1枚で、いろいろ特定されそうになった。なんかスレの奴ら、勝手に後ろの潰れた旅館に Y がいると思ってるで。よっしゃそれに乗ったろ。こんな感じだったんじゃないでしょうか。真実は、いかに。いかがでしたか。多分あまり怖い話ではなかったと思います。いや一瞬で画像から自宅近辺が特定されたら怖いけどね。存在しない旅館とかは特になく、やらかしてしまった恩恵民が必死にごまかしただけだったのかもしれません。真実は誰にもわかりません。染め物屋さんは知ってるかもしれないけどね。皆さんはどう思いましたか？感想をお聞かせください。ご視聴ありがとうございました。また見てね。